どうも。ああ、どうも。いや、本気でこう、目が悪くなってきたね。いや、本当も悪いんだよ。まずいね、これ。もう、本当なんていうの、あのね、老眼鏡をかければ見えるみたいな感じじゃなくて、うん。もう、見る力がなくなってきてる。はあ。なんだろう、こう、違うんだよね、この、ボケ方が。はい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 。ドライバーのプラスネジ、マイナスネジどっちっていうのが分かんなくなっちゃうぐらい分かんない。うん。これライブでフレット、ま、見えなくなる可能性あるね。いや、小太郎君俺見えないんだよ、実は。あ、すでに。すでに。ああ。だって小太郎君あれじゃない、あの、裸眼でやってるでしょ。そう。俺コンタクトレンズして、近眼のやつを矯正してやってるから、うん。ギターのフレットとか手前がとにかく見えないのよ。なるほどね。うん。だから、まあ、恐ろしいことが起こるんだよね。いや、起こるだろうね。うん、それに乱視だからさ。だから、クラプトンが途中からさ、もう長いけど、ずっとメガネじゃない。そうね。あれ、絶対そうだと思うよ。いや、絶対そうだよね。フレットが見えないんだよ。だから、この間、クラプトン来た時にさ、うん。照明がずっと明るいのよ、もうチカチカしなくて。ああ、そうなんだ。見えないからだね。で、俺そう、最初さ、かっこいいと思ったの、斬新で。うん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 、こういうのもちょっと、なんか一つはいいなと思ってた。ありだなって、うん。で、後でやっぱ考えたらあれ見えるんだなと思って。そうなんだよ。なるほどね。うん。だってさ、俺山森のベース、この前見て驚いたんだけどさ、うん。あの、フレット上から見るとさ、3フレット、5フレット、7フレットってさ、点、点、点って打ってあるじゃん。はいはいはい。あの点の上にでっかいシール貼ったんだから。うんうん、ああ、そう。見えねえんだ。見えないんだよ。そうか。あの点見ないんだよな、俺。え、あれが、だって目印でしょ。いや、俺見ないのよ。俺、あれなかったら絶対弾けないよ。今更見れねえな、あんなの。だって、あれ見て、ハイコードのポジション確認するんだもん。だって、親指で被さってて見えないもん。ああ、そうか、そうか、そうか。うん。でもやっぱりほら、例えば7フレット弾いてる、ハイコードしてる時だって5フレット目が見えるじゃん。見えるけどね、やっぱね、うん、フレット見、芝見ちゃってる俺。どうやら。あ、そっちか。うん。まあ、癖だね、これが。いや、俺は絶対あの、ポジションマークがなかったら絶対、うん、弾けないわ。それ、見てないな。あ、本当？うん。で、そのためにあるんだと思うよ、あのマーク。いやいや、もちろんそのためなんじゃない？うん。だからこれ見てると楽なのかもね。だからもう癖だよね。そうだね。俺も、それを目印にしてやってるから。うん。俺どっちかっていうと、あの、フレットの指板のほら、ポジションマークあるじゃん。あるあるある、はいはい。あればっか見ちゃってんだよ。あっち側見てるのか。うん。で、それでなんかもう、これは C シャープとかって、なんかもう、頭で、そういう作られちゃってるね。ああ、もうそれはもう、その人、その人だね。うん。うん、俺はもうあの上を見ないと全然見ない、ベースも。そういう意味じゃあのポチちっちゃいね。ちっちゃいでしょ。うん。うん、ちょっと小さいよ。なんか、でかくして光るぐらいの思うし、ね。そうなの、でかくして光るぐらいじゃないとわかんないんだよ、もう。だからそういう風に目が悪くなっちゃうんだよ。いやー、結構怖いな。ほんと細かいのが見えなくなっちゃうもんね。恐ろしい話だよ、俺は。恐ろしい話よ、ほんと。やめてよ、うん。ブルーベリーとか効くのかね、目に。もうなんかわかんない。ねえ、俺。ブルーベリーが目にいいって言うよね。言うよね。言う。うん。ほんとかね。でブルーベリーばっかり食べてられないもんね。そうね。うん。でも。そもそもブルーベリー、小太郎くん好きなの？ブルーベリー、ラズベリーは大好きですよ。あ、ベリー。ラズベリーも好きなんだ。そうだよ。ベリーが好きなんだ。ベリー、もうストロベリーよりもそのラズとブルーですよ。うん、あ、そう。うん。ベリーなんだ。ベリーなんだ。チャックベリーって。チャックベリー。うん。もう本当に。そうなんだ。でもまあ、ブルーベリーとかあればあったで、ボリ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 食っちゃうよ、全部。リスみたいな生活してるの。いやいや、ほんとほんと、あの、ハムスターの食いっぷりを思い出したよ。ああ、ハムスターのね、あの感じで食べてるの。あの野菜の食いっぷりでいきますよ。マジでそんなにベリーが好きなの？ベリーですよ。森の子だ、じゃあ、もう。そうなの。
小田君、なんなのそのオレンジ色のサングラスは。いや、たまたま今机の上にあったから知ったんだけど。パソコン用とかじゃなくて。全然全然。あ、そうなんだ。うん。いやー、結構あの日差しが強い時はサングラスした方がいいよ。そりゃそうでしょう。うん、昔はこうなんか伊達にしてる感じがしたけど、うん、今やこの紫外線っていうか暑さだと、そうそう、目やられちゃうよね。そうなのよね。うん、しかもあれなんだよね、薄い方がいいんだよね、色はね。あ、そうなんだ。濃いと、うん、瞳孔が開いちゃうんですよ。ああ、なるほどね。うん、で余計にちょっとした微量の紫外線が届いちゃうんですよ。なるほど。だから薄くて薄い色で UV カットがいいの。これベストだね、これ。そう、ベストベストベスト。やっぱこう、うん、目が見えるぐらいのやつが。ああ、やっぱそうなんだ。そうなんですよ。こんにちは、ダイダイと申します。はい。シーズン2くらいから拝聴してますと。はい。リーダーはトゥルーディテクティブシーズン1をご覧になりましたでしょうか。もちろんシーズン全部見てますよ。ほう。もしまだでしたらぜひと。ちなみにシーズン2以降はパッとしませんと。そうなの。犯人とデカの不幸という意味ではぴったりだと思いついメールしました。ザ、ご自愛くださいと。これはネットフリックス？ネットフリックスじゃなくてアマゾンで見たかな。ははは。小太郎くんね、今ね、うん、キリングイブっていうのが面白い。それ、ネットフリックス？あ、違う。これ、スターチャンネルだ。スターチャンネルね。俺ね、見るものがどんどん増えちゃってさ、うん、今、アマゾンプライムでしょ？うん。アマゾンプライム経由のワウワウ、うん。そして、スターチャンネル、うん。そして、フール、うん、あと、ユーネクストまで入っちゃった。ほうほう。もう泥沼状態なの。うちも入ってるかな。ワーワーは入ってるね。で、フールが案外面白くなくてもやめようと思ってるの。ははは。あとネットフリックスか。ネットフリックスは入ってるね。やめようと思うとなんかポツってくるんだよね。ネットフリックス1年ぐらい見てないな。あ、そういうことになっちゃうでしょ。なっちゃうね。で、今ほらアメリカでさ、うん、ストをやってんじゃん、俳優さんたちが。ああ、はいはい、やってるね。あれの影響でさ、番組が全く作れてないらしいのよ。なるほど。それで足せないんだって。はははは。うん。ストね、あれね。なんかストが終わるまでやめるのもありだなと思って。ねえ。俺もストしちゃおうかなって。ストって、なんか俺ら子供の頃はよくあったけど。あったよね。電車が止まってさ。あったあった、しょっちゅうあったよ。ねえ。この前は西武デパートやった。そう、西武はストしてたけどね。ね。結局、まあ、売っちゃったけどね。ねえ、どうなるんだろうね、あれ。まあ、もう電気屋いらないからね、はっきり言って。いらないよ、電気屋なんか。もう、遅いってよ。電気屋はまあ、やっても無駄だってことは多分分かってるとは思うよ。でも電気屋やっちゃうの？やんないんじゃないかな。やったらバカなのって思っちゃうね。いや、本当だよね。うん。なんで電気屋ばっかり作りたかんだろう。まあ、電気屋買って、あのまま営業してくれれば一番いいんだけどね。あ、そりゃそうだよね。うん。うん、ねえ、小太郎くんみたいにずっとさ、池袋界隈、まあ、目白だけど、うんうん、から生まれ育ってずっといて、うん、やっぱ西武な、あれはもう子供の頃からあのままなわけでしょ。そうだね。やっぱ変わってほしくないよね。変わってほしくないね。ね。変わってほしくないっていうか、一番嫌なのはさ、うん、あのまんまの作りでさ、うん、電気屋になることだね。ああ、なるほど。もう階段とか全部変わるんだったらいいけどさ。なるほど、なるほど、なるほど。もう、あのまま適当に電気屋にされたら、うん、そう。そうだな、それ一番嫌だな。ここ、その、掃除機売ってるところにさ、ここラルフローレンだったとこじゃんとか、一番嫌だよ、俺。そうだね。なんかでもな、池袋のシンボルだからな。そうなんだよね。あのまま西武続けてほしいな。で、東武もほら、改装というか壊すからさ、一回。あ、そうなの？うん、だから、そうなるとデパート二挙党消えちゃうじゃんね、一時期。あ、そうだね。うん。寂しいな。まあ、なんとか、
なると思うんだけどね。でも丸いもなくなっちゃったからね、でもね。まあ、跡形もないよ。そう、だからああなっちゃうんじゃないの？できないでしょ、多分。できない。場所的にさ。うん。壊そうったって多分もう10年計画で壊すわけでしょ。まあそうだよね、駅があるしね。うん。ね、困ったもんだな。本当に。もう変えなくていいよ。本当だよ。頭おかしいよ、本当。っていうのがやっぱり老人なのかな。いや、そんなことないと思うよ。だよね。やっぱりさ、その、いつも言うけど、その、ロンドンとか行った時にさ、やっぱ衝撃を受けるわけだよね。うん、古いのが残っててね。残っててさ、おじいちゃんがさ、体験した歩いてた場所自分も歩くわけでしょ。そう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 。全く同じ感じで。全く同じ。そういう、なんつうの、ことがさ、わかんないのかね。だからそういう文化がないんだよね。その重要性が。ね。困ったもんよ。困ったもんだね。うん。加藤さん、小田さん、毎回楽しいトークありがとうございます。どうも。PNM 更年期にやられた女、さん。先日、ロンドンに長く住む友人が日本に帰省するというので、はい。池袋で会うことになりました。はい。私事でいろいろ忙しくお店を調べる時間もなく会うことに、友人が日本に帰ってきた日に東武百貨店の中の和食屋さんが美味しかったというので、うん、そこでランチをし、うん、次にスイーツとお茶をしようとブラブラしましたが、雨も降りそうだし駅から遠くなるのもなので気まぐれで入ったのが伯爵我々のオフィスですよ。なるほど。趣のある店内でコーヒーも美味しかったんですが、後日ある番組で池袋特集をしていて伯爵が出ていました。ほう。その番組では BGM にザ・フーの恋のピンチヒッターが流れ、うん、金華堂食堂などの紹介もしていて、この流れは制作側に P がいると感じました。うん。友人は来年も帰ってくるということなので次はちゃんとお店を調べておこうと思い、うん、何気なくネットで調べようと思ったらひらめいたのです。池袋に詳しい人がいるではないかと。うん。この場を借りて失礼ながら教えていただきたいんですが、孝太郎さんおすすめのランチのお店とお茶するお店を教えてくださいと。ほう。もうお茶は伯爵でいいじゃないですかね。まあいいよね。うん。うん。ランチはそうですね。高瀬ですね。あ、そうなんだ。うん。高瀬がいいですね。おー、うん、高瀬。うん。パン屋さん、ね。まあ高瀬で、一階パン屋。ね。うん。何故にどこがいいの？まあレトロでね、そこそこ、うん、で美味しいですよ。あ、日本の洋食って感じでね。あ、なるほどね。うん。今やそういう方がいいかもね。いや、いいよ。うん。ここのハンバーグとかね、洋食弁当美味しいですね。うん、あー、そっちがいいかもな。うん。ここはもうマシロさんもハンバーグ日本一ですから。ここマシロが何おすすめ？マシロもハンバーグ日本一ですよ、ここも。そりゃ間違いないでしょう。森内さん、あいつうまいもんしか知らないよ。で、高瀬で食べて、あの、ウィーロードを通って伯爵に行くんですよ。うん、なるほど。うん。それがやり方です。いいですかね。やり方、ね。うん。東口スタートで。なるほどね。うん。なるほど。いい情報だ。うん。高瀬だ、高瀬。熊本のワセリン坊やさんですね。リーダー小太郎さん、スタッフの皆様、どうも。どうも。以前、小太郎さんが何かの機材のプロモーション動画に出演されていた時の話です。はい。スタッフの方から普段、家でギターの練習環境について質問されてて、小太郎さんは、普段はね、あんまり痛くないんだけど、アンプに繋ぐとめんどくさくて、スピーカーが内蔵されてるギターで弾いてる。ゾウさんとかだとショートスケールになっちゃうからスケールが長いやつとおっしゃってました。うん。そこで自分はもう探してみたと。でも出てくるのはショートスケールのものばかりです。そうだね。そこで質問です。孝太郎さんはどんなアンプ内蔵ギターを弾かれていたのでしょうか。またリーダーの家での音楽関係も気になりますと。うん。これあれですよ、俺が使ってたのはさ、うん、あの正味が使ってたあのイタリアギターってやつ。あった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 、うん、あの ESP が輸入してたやつだ。そうあれはさ、ね、スピーカーをさもうくっついてるんだよ。くっついてるんだよね。でも取り外せるやつ。そう外せるの、うん、分かった分かった。あれを弾いてるんですよ今は。弾いてないけど、あ
あれ普通のスケールだったもんね。そうなのよ。そうだそうだ。どちらかというと、何、小型のスピーカーを、うん、なんだろう、まあ、ボディの形に合ってるからなんだけど、ガチャって入れ、差し込んで使うギターなんだよね。そう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 。そうでしょ？あれを弾いてましたよ。なるほど。今はもう逆にアンプ通してないですね、家では。あ、通してない。あ、そのまま弾いてる。うん、普通に弾いてて、うん、音がちょっとデカめの音欲しいなっていう時は、うん、カジノとかさ、そういうセミアコ弾けばもう十分だ。ああ、そういうことね。うん。セミアコのギターな、まあ、聞こえるからね、うん、音が。十分、うん。なるほど。まあ、リーダーの環境はどうなんだって話だよね。俺も、孝太郎君と一緒で、テスコのエレキギターなんだけどさ、うん、2本いつも弾けるようにしてあって、ほうほう。で、なんでテスコかっていうと、うん、なんか湿気とかに弱そうでさ。テスコは？うん。なんか、あの、古着から。で、はいはいはい、木材も良くないじゃん。うん。だから、こう、ケースに入れとくよりも、外に置いといた方が、うん。いいんじゃないかなって、勝手な想像で。なるほど。で、それを、ちゃんと弾けるようにしてあるんですよ。なるほど。それで、だから、ちょっとした曲作ったり、確認したり、うん。してる感じ。ギターはね。あとは、だってみんな倉庫にね、保管してあるもんね。もう俺は部屋に今2本スタンバってるのと、うんうん、まあ、リビングに1本スタンバってるね。あ、そう。うん。本当はね、ギターも保管するようなね、部屋でもあればいいんだけど、なかなかね。ねえ。うん。やっぱり人の住む環境が一番いいらしいから、保管するのに。まあ、やっぱそうなんだ。うん。うん、暑い時はちゃんとクーラーが効いてて。はあ。寒い時は暖房が入るっていう人が。なんかアコギはなんか普段から音が出てるところでいいっていうからさ。うん。スピーカーの近くに置いてんだけどね。あ、そうなんだ。うん。やっぱ振動するからかな。まあ、都市伝説かもしんないけどね。いや、でもなんかいろいろあるかもしんない、そういう振動とかが。そう。まあでも、普段からそういうところに置いとくのはいいんだろうなと思って。だからやっぱ人の住むところに置いとくのがいいみたい。あの、ケースに入れないで。はいはい。うん。それができるのって東京じゃ難しいもんね。うん。そうね。うん、はじめまして。どうも。今まで聴いてきた音楽は、浜田省吾さん、ラブサイケデリコ、はい、東京スカパラ。スカパラ。なるほど。YouTube でたまたま拝見したフジロックの世界を止めてを見て、コレクターズが好きになりました。おお、そうなんだ。それからというもの、初めてのライブを武道館で見て、うん、はい。大阪でのライブは必ず参戦していますと。おー、ありがとうございます。なぜ今まで聞いてなかったのか残念です。うん。これから挽回したいと思います。うん。CD 配信などお金に糸目をつけず購入させてもらってます。マジか。すごいね。57歳。リーダー小太郎さんに質問ですが、引退などは考えていないと思いますが、うん。いつまでやれると思いますか。私は57歳で今まで勤めていた会社を退職し、お、新たなスタートをすることにしました。なるほど。10月21日のライブ楽しみにしてます。できればステッカー欲しいですと。なるほど。この方は P ネームはないのかな。ないね。こちらはファン歴は最後57歳男子さんということでよろしいですかね。なるほど。小田君またこういうなんだろう、個人情報とか難しい。そうなんだよ、ね、昔だって構わず言っちゃうんだけどさ。いや、実は小太郎君今日ね、うん、ちょっと午前中病院だったんですよ。はいはいはい、はい。で、まあ、大した別に病気で行ったわけじゃないんだけど、うん、診察券入れて、うん、整理番号みたいな、受付番号か、うん、みたいなのくれるじゃない。うん、で、それで、ほら、お薬83番とかみたいに出るじゃない。うん、で、受付してさ、うん、病室の前でさ、うん、待ってたらさ、うん、いつもはさ、うん、加藤さんって呼んでくれるのに、うん、83って俺が83番だったから83番号で、うん、83の方ってずっと言われるのよ。血液検査にしても何も。で、なんでこうなっちゃったんだろうなと思って、うん、で診察の時に聞いたら、うん、やっぱりさ、名前もほら個人情報になるじゃん。はあ、それだからなんかその人に聞いてからじゃないと呼べないんだって。
お名前でお呼びした方がいいですか、それとも番号でお呼びした方がいいですかって。あ、でも有名人とかさ、うん、なんか A ちゃんがあのパスポートのかなんか申請かなんかで並んでる時に、うん、矢沢永吉さんって言われてみんなえっ、ー、って振り返ったんで。あ、いや、そりゃそうだよね。だそういうやっぱ番号の方がありがたいよね。だからね、まあそうだね、うん、でほら俺がさちょっと行く病院もさ、あのそういう有名人も時々来るし、はいはいはい、あの場所から、うん、もう政治家の隠れ家みたいになってるとか病院じゃん。ああ、はあはあ、うん、なんか都合悪いと入院しますみたいな、はいはいはい、だからやっぱそういうのもあるみたいなのよ。なるほど。うん、でそこで好きだったのは、もう20年かかってる医者にこう言われたの、うん、加藤さん有名じゃないんですかってだから全然いいよ加藤さんで、加藤久志でいいですよ。だからあのサッカーの人だと思われるんじゃないの。ねえ、解説者だとね、うん、うん、まあそれでもいいよ。でも加藤さんって呼ばれたいじゃん。そうだね。それでだって毎回毎回番号違うんだよ、12番とかさ。ああ、覚えてられないもん行くたびにさ。まあそうだね。うん、マックだと番号で呼ばれるけどね。あ、マクドナルドで古市さんって呼ばれたくないでしょ。だってまあね。吉野家とか。うん、俺、病院で一回、沢木孝太郎さんって呼ばれたことあるよ。何それ。小説家の沢木孝太郎さん。あ、本当になんでなんで孝太郎っていうのがパッて目に入って、ついつい頭の中でリンクしちゃったんじゃない。ああ、くっついちゃって。うん。そうなんだ。そうか。だからね、いろいろそういう個人情報みたいなのって、どんどんそうなってくんのかなと思って。そうね。さあ、いつまでやれると思いますか。そうね。何歳までできんだろうな。昨日は80って言ってたじゃん。いや、無理無理。どうなんだろうね。まあ、俺はほらスローブルースに切り替えちゃえばいいからいやー、ボーカルって何歳まで歌えるんだろうね。歌うことは歌えると思うけどさ、うん、キーはどうかだよね。そう、こういう高いハイトーンのさ、うん、パワーポップを歌ってると、まあでも、ね、ハイトーンはハイトーンでそういう喉の作りをもともとしてるわけだから、うん、関係ないのかもね。どうなのかな。でもポール・マッカートニーとか見てると、まあもちろん年は随分上だけど、うん、やっぱここ10年ぐらいの声は絶対にもう、なんだろう、おじいちゃんの声になってて。ああ、そうだね。うん、そういった意味で一番喉がコンディションいいのはロジャー・ダルトリーだと思う。なあ、ロジャーね。うん、ロジャーのあのアルバム聴くだけだと本当に衰えてないっていうか。確かに。ああいうさ、声の艶みたいなのは、いくらプロトゥールスが良くなったって直せないじゃん。無理無理。あれがちゃんとできてるっていうのはさ、俺が知る限りだとロジアが今んとこトップだね。そうか。うん、それがまあ80手前だから。ロジアがでもトレーニングしてるようにも見えないけどね。いや、やってんだって。やってんだ。でもかなり。あ、で、しかもなんかそのレコーディングの時にはその専門のボイストレーナーみたいな人をつけてやってるらしい。なるほど。うん。ああ、やっぱあるんだろうな、喉のこう、鍛えとか。そう、多分あるみたいね。で、かなりこう、私生活もストイックで、食べ物から。ああ。だから本当になんか歌うためだけに生きてるみたいな感じらしいよ。へえ。だから歌が好きなんだね、あの人ね。そういうことだね。うん。へえ。浜田省吾さん聞いてたんでしょ、さっきの人。うん。うん。俺、浜省吾さん弾いてんだよ、ギターね、何曲か。ああ、やってたよね。うん。うん。気づいてるかね。それこそ。気づいてないでしょうね。伊藤銀次さん、ね。そう。だから96年ぐらいの話でしょ。うん。初夏の頃ってアルバムだったっけ。そうそう、セルフカバーの。ね。うん。池袋こさで24時今晩の9時でリビングルームライブショーの21回目、はい、配信終了します。終了。そしてですね、5月のライブ音源は今日からデジタルリリース。はい。ちょっとややこしいですが、そういうことですね。そうなの。休む間もなくこういかですねもう見てもらって、その余韻に浸った人はダウンロードして買ってもらうと、
で翌日から音を楽しんでいただく。なるほどね、うん、そういうシステムです。10月21日大阪ビッグキャット、はい、今度はビッグキャットなんだ。またそうなんだよ、一回だけ撮れなかったんでしょ、だってクワトロだったね、これね。そう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 、それか、うん。僕10月7日バリノーシコットンクラブに出ます。頑張ってください。発売中の昭和40年男10月号、我々2人の対談が掲載されていますと。はい、はい、パレードを追いかけてブラスで復興の企画も募集中。大募集。はい。そしてですね、2年9ヶ月続きました全国コミュニティ FM で放送しました池袋交差点24時ラジオ版。はい、ラジオ版。もう、これ、今月いっぱいで終了となりましたね。ほう。あと2回で終了。あら、惜しまれながら。ええ。あら、引き止めるやつはいなかった。そうですね。三原さんも。三原さんもね、残念がってるんですね。三原さんとの付き合いもここまで。ねえ、まあ、なんかジングルは作りますよ。まあ、しょうがないね。そうですね。うん。池袋交差点24時、このポッドキャストはスタジオ MOG の音楽シルバーズから配信しております。してます。写真館もそちらにあります。あります。なお、このポッドキャスト YouTube では全ての配信が聞けますので、チャンネル登録してください。お願いします。pmail、袋24@gmail.com お待ちしてます。はい。pmail を紹介した方にはバスウェアステッカーをお送りしてますので、ステッカーご希望の方は必ず郵便番号、住所、お名前を書いてください。書いてください。はい。それではまた来週ということですね。はい。do the download。do the download。